10年の時を経てついに完成した。その名も CCC。 貴様の秘めた力にはついに焼けちまう。さあ早速見せてもらおう、貴様らが共鳴する姿を。これで私も。はい、茶番失礼しました。というわけで今回なんですけど、先ほど登場したこちらコーラクリアが6月の11日、買ったのは10日なんですけど、公式的には6月の11日発売ということで、透明なコーラが発売されました。買ってきたんですけど、自分もこれ飲んだんですよ。飲んだらもう僕好みの、自分普通のコーラよりもゼロが好きなんですけど、コーラクリアもカロリーゼロなんですよ。コーラゼロにレモン風味がね加わって、とてもスッキリして飲みやすかったです。それで茶番をねしっかり見た人ならなんとなく予想つくんと思うんですけど、今回は YouTuber の登竜門っていうのかな、まあスタート地点で、まあ、大体の YouTuber さんがやることっていうのはメントスコーラなんですよ。まあちっちゃいこれもできるし、工夫によってはいろんなやり方もあるんですね。で今回はこの透明なコーラが出たということで、透明なコーラでメントスコーラができるのか実験していきたいと思います。普通のコーラって黒いんで、ちょっと絵がちょっと微妙かなと思うんですけど、透明なので結構美しくなるのかなって思います。というわけでやっていきましょう。レッツゴー。せっかくやるので、このメントス1個2個入れたんじゃね、しっかりした成果がちょっと取れ高がねちょっと弱くなる可能性が出るので、全部使いたいと思います。全部僕的な考えで、このメントスコーラをこの針と糸でヒューってやって、一個のなんかブレスレット的なのを作ってシュポンって入れてバーってなるのを見たいと思います。それでは早速メントスに糸を通していきます。ここはカット。はい、というわけで全て通し終わりました。はーい、ね、この芋虫みたいなメントスをコーラに入れたらどうなるのか、早速ねやっていきたいと思います。緊張の一瞬です。瞬きせずに見てろよ。いきます。3 2 1、オープン。入れます。投入。検証結果、瞬発性がやばくて継続性は短かったです。というわけで翔ちゃんでした。やべ、すぐやばい、すぐにやばーい。